ます。おはようございます。今日は道の駅峰浜に来ました。昨日かな、ネットニュースで今日は秋田県内の道の駅でこの咲き誇れのプロモーションがあるというので、情報を聞きつけましてやってまいりました。秋田県内の道の駅で咲き誇れのプロモーションがあるというので、情報を聞きつけましてやってまいりました。で、ここは、道の駅峰浜というコンポコ山というところにあったので、そこに行きまして、1000円以上買い物すると先着2日間で100名なので、1日多分50人はこの咲き誇れをもらえるので、なんと朝早起きしてやってまいりました。で、いろいろ買いましてゲットしました。初めての咲き誇れをこの後家に帰って、食べようと思います。今日と明日27、28日とこの咲き誇れキャンペーンありますので、皆さんぜひ、秋田県内の道の駅へ行ってみてください。詳しい情報は道の駅のサイトでチェックしてください。では、この後いただきます。皆様、良い週末を。はい。